はい、おはようございます。呼吸のたけし農場です。さつまいもの定食2回目です。雨降るの待ってたんですがね、なかなか降ってくんないです。で、天気予報ではね、今日雨の予報だったんで今日予定してたんですが、朝見たら雨降りませんまあただ2、3日曇りの日が続くんで、まあ今植えてもそんなにダメージはないだろうということで、決断しました。いや、遅くなるとね、どんどんこのつるがね長くなって大きくなっちゃうんでね、あまり適さなくなっちゃうんで、まあここら辺であと1回植えておきます。まあ やり方はそうですね、5節で切って、船型に植えていくというやり方です。あとまあこの軸がね、葉っぱがね、起き上がってくるまで、毎日灌水という作業に なります。はい、もうね、あまり先まで行ってもオフフレームになっちゃうんで、はい、この辺で動画の方は一旦中止します。はい、さつまいものね、つるの定食2回目終了しました。で、今ね、一番奥からね、入り口に向かって撮ってるんですが、あと11本でね、畝の奥まで行きます。うん、まあ、1、2本だったらね、親株もう一回見直せば撮れるんでしょうが、11本ってのはちょっと厳しいんでね、今回はこれで1回終了させます。うん、次回ですね。11本植えて、今年のさつまいもの、つるの定食は終了になります。はい、お付き合いありがとうございました。